A 久都市は株式会社 PHP 研究所の取締役、専務執行役員、研究グループ総括、経営理念研究本部、クロスドメイン推進担当。82年に株式会社 PHP 研究所入社。同政策シンクタンク部門研究員、主任研究員、研究部長、世界を考える京都座会事務局長、政策シンクタンク PHP 総研。 研究主管、代表を経て現職。政策提言として、地域主権型同修正、日本の対路総合戦略、北海道経営ビジョン、地域経済活性化プラン、新しい勤勉宣言、経営者が日本の働き方を変えるなどをプロデュース。松下幸之助記念市財団評議員、パブリックリソース財団評議員、青少年国際交流センター評議員も務める。 新潟県柴田市出身。杉並区行政評価検討委員会委員、神奈川県、21世紀の県政を考える、懇談会委員、内閣府国際青年育成事業、ハンガリー派遣団団長、熱海事業財政改革会議委員、内閣府行政刷新会議、事業仕分け文化会評価者、国家戦略会議フロンティア文化会事務局長、自治創造学会理事、 内閣官房行政改革推進本部、歳出改革 WG 委員などを歴任。教育分野では、東京外国語大学非常勤講師、京都大学公共政策大学外部評価委員、関西大学客員教授、拓殖大学客員教授、開通学園理事、開通大学客員教授などを歴任。大学時代に1年間休学し世界を旅した際に、 撮影した写真の個展、ジョインが開催される。ABCDE プロフィール、研究員コラムプロフィール、PHP スタッフ、ありがとうございます。